雨の降る日は天気が悪いけど、うん、昔からよ。あ、雨の降る日は天気が悪いよ、本当に。これ何の木じゃろ、枝ぶりが上すすすす伸びとるわ。下に伸びることないわ、木は上に伸びる、ね、何じゃろな。それを知ったところで別にいい。いや、あれだけど、その時だけでも知っとったら。あんた頭がキャベツみたいになっとるで。髪の毛洗ったらいい加減。あれ一日まだいけんようになる。なんで1日2日でも固まるよ、あれは。液つけるけ。うん、あのさあ1週間は言って、まあ、昔は言いよったんで。今は違うって。まあ、座らんなれ。座らんな。かゆなるよ、液つけとるけ。一年間頭洗わなかったらかゆかのか。一応こうしてみたらサラサラじゃね。油なんかいらないけ。スルスル。何？傘。あんたと仕事しっかりしとるよ。あ、おはようございます。おはようございます。曲がる？この道嫌になったが。なんで嫌になったことないわ。ここ行ったら向こうが嫌になる。まあ、いや、ここに水仙が咲いてる。そんなこと言いに歩くよ。行って帰ったらいいよなの。どれ？水仙、花が咲いてる。あれ水仙かな、枯れたけどね。あれ、あが、あが、あの、あんまり嫌ないの。水仙。人の庭から切って持って帰ったらやばい。捕まるけ。梅のあんまり枯れんもんやな。うん、うん、桜切るばか、梅切らんばか言った。梅は切ってやった方がいい。誰が言ったそんなこと。昔からの例え。誰に聞いたい。勉強したの。普通そうね、教科書持ってないで。教科書持ってどこにあ土井のしんちゃんよ、私山の土井のしんちゃん、あの、あ、入り口のから入り口のしんちゃんよ、こうったんよ。春の海のたりのたりと言ってあったら、そしたら春の海のたりたりかな。あ、なになに。春の海のたりたりかな、のたりのたりとじゃねえの。春の海のたりのたりのたりかなかし、覚えてない。そしたら、春の海のたりたりかなか、うわーってみんなが笑った。あれよ、忘れ。しんちゃんも死んだ。いつ死んだ？うん、昔。息子がおったけどな。しんちゃんに息子がおった。ほら、二つ下と、もう一つ上におったんじゃないかな。兄さんがあったんよ、家って。何やる人のあるあのあれやろ、入り口に大きな石がある、うん、あったろ。そうそう、あれ何の石やったの結局。知らんね。みかんタイム取ったらないもんこれ。知らん、何か。いや、みかんなくなっとるっちゅう。知らん、知らんことならなくなっとるよ、ね、あ、なくなったよね。まあ一発あったらもう取ったやな。
落ちたいな、落ちとるな、落ちたいよ。ああ、ほんとあっちの方がない。今日は中国の人干してないな。昨日は雨の日は干さんのじゃない、やっぱり、はあ、中国の人も。ここは親子じゃろうか、友達同士や。友達やろ、うん。どっかのスーパーのカゴで。みかんまだあるね、いっぱい、パチッとね。あれ、なんで犬の名前ポチとか言うんだろうな。さあ、